ラボさんワンです。今日は小瀬の山吹の里に来てみました。 Facebook を見ると去年の今頃山吹が満開だったんですけど、今年は花がみんな遅いので、多分今日はあんまり咲いてないんじゃないかなと思って いましたが、とりあえず来てみました。これが山吹の里の木ですね。七重へ花は咲けども山吹の実の一つだね、咲き方です。美濃と美濃をかけた有名な句ですね。これにより小畑道館は連絡に励むということになるわけです。ではここで一旦。はい、今は桜が咲いてますね。山吹はあんまり咲いてないようですが、桜がちょうど今満開でしたから、これ撮ってみます。山吹の里ということで、小瀬が有名なんですけど、川越藩とその太田道館の父との関係でこの街道が有名だったということで、ここが一番有力な説となってますが、実は関東地方、千葉もそうですけど、山吹伝説は各地至る所に100箇所以上あるんですね。私のブログに皇居説っていうのもありました。皇居にもあるんですね。びっくりしました。これ今これそれだけ太田道館の人気だったということでしょうね。でもやはりここはなんて言いますか、一番その立地条件的にはまあ説得力があると言いますかね。それで大瀬町は大山吹の里と命名したわけなんですけど、ちょっと桜をアップしてみましょう。ああ桜が綺麗ですね。はい、上の方はこうなります。もうちょっと近寄ってみますか。はい、こちらが水車小屋です。はい、桜と水車小屋、はい、いいですね。こんな感じです。あ、ちょっとアップしすぎちゃったな。引いてみます。こんな感じ、こんな感じでいかがですか。では一旦切ります。ここから撮ってみます。桜の下あたり山吹がありますね。まだつぼみですね。開花にはまだ結構時間かかりそうですね。そうですね、1週間ぐらいですか。1週間ぐらいかなみたいですね。1週間から10日後ぐらいが見頃になるんじゃないかと思います。一旦切ります。はい、この角度から水車小屋を撮っていました。桜と水車小屋、いい景色ですね。はい、ちょっと降っていますかね。じゃあここで切ります。はい、水車小屋の背景の方に、あ、少し山吹が見られますね。まだまだそうですね、一部咲いてないかな、一応咲いてないかな。これからですね。ちょっと上の方降っていますかね。ビューン、あ、ここら辺も少しありますね。まだまだこれからですね。じゃあちょっとこの遊歩道がありますので、これをちょっと登ってみましょう。はい、行きます。あ、鳥が鳴いてますね。何の鳥でしょう。ウグイスかな。
ウグイスかな。はい、じゃあここで一旦切ります。はい、遊歩道のこの上の方ですね、少し山吹が咲いてますね。これは5分ぐらいですか。ちょっとアップしてみましょうね。はい、こんな感じですね。5分ぐらい咲いてますね。はい、遊歩道はこんな感じです。一旦切ります。もうちょっと上に来ました。はい、山吹と、はい、背景に桜は映り込んでますね。山吹と桜、いいですね。この季節しか味わえない風景ですね。じゃあもうちょっとアップしてみましょうか。山吹と、はい、上の方が桜、桜に青空、はあ、いい景色だな。はい、お、なんか蝶々が舞ってるのかな。蝶々、はい、遊歩道の中間まで来ました。ちょっと山吹なんですね。その背景に桜、これをもうちょっとこうアップしてますかね。こんな感じ、これでアップしてみます。山吹と桜ですね。はい、一旦切ります。はい、展望台の頂上まで来ました。休憩所がありますね。はい、ハイキングの町、越生町。ハイキングの町、越生町。いいネーミングですね。越生はこういう ネーミング、うまいですね。さすが観光の町。さて、ここから見えるかな？これは何だろう。ちょっと。わかりませんね。なんだろうな。間違ったらごめんなさい。土佐水木、まあいいか。ここにはお目当てのものは咲いてないですね。じゃあちょっと展望台を覗いてみましょうか。こっからうーっと覗いて、はい、これが前景、いい景色ですね。はい、ちょっと左側に寄って、ここ、この位置、この位置から、はい、見えてきました。下が桜の山、あれ、桜の山公園、桜の山公園、上にあの白いのが無名戦士の墓ですね。夜になるとウクライナ色にライトアップしたそうですけど、今はどうですかね、やってるんですか。はい、何しろ夜はね、なかなか出られないんで、わからないんですよ。ちょっとアップしてみましょう。はい、無名戦士の墓と、下の方が桜。桜の山と。この前行きましたけどね。はい、ぐーんと来まして、こんな感じですね。
で展望台はずっと行って、こんな感じで、あとはね背後に民家とかがあるんですけど、あんまり民家を映さない方がいいですね。ここら辺でやめときましょう。一旦切ります。はい、ちょっと下に降りると山吹が数輪、それに桜ですね。やっぱりまだ今は桜の季節ですね。山吹にはちょっと早いようですね。ずっとこんな感じ。下に降ります。はい、ちょっと咲いていました。これは山吹一重、一重ですね。一重咲きの山吹、一重咲きの山吹。はい、あ、ちょっとピントが合ってないかな。後ろの桜にピントが合っちゃってる。まあこんな感じですね。山吹は、ね、一重と八重があるんですけど、八重山吹は例の歌に出てくる七重八重花は咲けどもってやつですけど、今咲いてるのは一重ですね。一重山吹、年に2度咲くんですよ。梅雨頃ですか、八重山吹が咲くのは。その頃は本場ですかね。ちょっと時期わかんないんですけど、ちょっとピンボケですけど、桜にピントが合っちゃってるな。はい、一旦切ります。はい、水車小屋の上あたりですね。はい、これも一重山吹ですね。はい、こんな感じ。ああ、ちょっとまたピンボケになっちゃったね。これって手動のピント合わせができないからね。オートに任してるから、こんな感じです。こちらがもうちょっと下に下ります。一旦切ります。はい、こちらも少し山が見えますね。まだまだ上の方ですね。これから降りていきます。はい、反対側の斜面、一重山吹が少し咲いてますね。ちっちゃな群生アップしていますね。ほら、一重ですね。一重です。これが一重山。あ、少し枯れてるのもあるのかな。一重も終わり頃じゃないですよね。まだつぼみですもんね。まあここだけちょっと早かったのかな。はい、下はこんな感じです。もっと下に行きます。はい、水車小屋の反対に出ました。少し咲いてますね。アップしてみましょう。はい、一重ですね。一重山、一重。綺麗ですね。
ではちょっと一旦切ります。実はこの裏手の方にですね、山吹の群生、これさっと見事なんですけど、残念ながら今日はまだほんの少ししか咲いてないんですけど、こんな感じですね。はい、これを右に振るとこれは石碑、有名な石碑のようですね。もっと行ってみましょうか。こちらは、山吹が左側に見えます。はい、こちらに石碑がありますね。私ね、これ誰だっけ？分かりません。私どうも教養がないので、誰が書いてるのか分かりません。誰でしょう？この有名な人なんですね。知りませんけど、はい、こんな感じでこの裏側に、はい、山吹が入ってます。やっぱはこんな感じです。では最後にちょっと水車小屋を背景に、山吹を少し紹介して、山吹のことからお別れいたします。それではさようなら。